入社おめでとうございます。皆さんと一緒にこうやって、また新しい仲間がいらっしゃるのをすごく楽しみにしておりましたので、すごく嬉しいです。だからね、よろしくお願いしたいと思います。いつもこの、この時間というか、新年度のこの時間を借りてですね、今年度の経営計画の説明をしてたんですけれども、今回は、